花花花花ネコバナ。ハイビスタスの飛行士といえば花子。ありがとうございます。はい、皆様はじめまして、こんばんは、こんにちは、いろいろありますが、出ちゃう北関東編集部の出張花子です。今回もやってまいりました、ラケンテンコク。実践ホールはおなじみのこちら、グランドセピア小賀店さんでございます。で、この動画の趣旨を説明いたしますと、私、店主の花尾がボーナス回数に応じた花を植えていくということなんですけども、前回の説明通り、まあ、ボーナス回数5回につき1回の苗を植えていくというような形に変更してやっていきたいと思います。それでは早速、まあ、前回ちょっと負けちゃったんで今回ちょっと勝ちたいと思うので、早速実践に参りたいと思います。飛行士はい、じゃあ早速入店なんですけども、2月6日にリニューアルオープンしたグランドセピア小賀店さんで、で新店長も就任したということで、まあちょっと注目の店内状況を見て回りたいと思います。まずはドラゴン花のコーナーからこちらです。いやー、まあ結構お客さん多いですが、まあ前回の収録の時よりかはまあ若干名少ないかなぐらいの、まあ、稼働となってる感じですね。ただ結構ボーナス回数もついてるんで、まあ、これからちょっと詳しく、台を見てまいりたいと思います。でこちらのコーナーもあとビッグ30回オーバーの台がありまして、でその隣も、まあ、34回とレギュラー31回ですか、すごいですね、6箱勝ち盛りで結構いい挙動を示してるんじゃないかと思いますね。でその奥の方も、まあ、ビッグ24回とかなり、まあ、約半分ぐらいは、まあ、いい挙動を見せる台が多いので、まあ、この中から、まあ、空いてる台をちょっと探していってバンバン光らせていきたいと思います。頑張ります。はい、じゃあ時間になりましたので、実践を開始したいと思います。8時7分、夜の8時7分から87分間実践するというのがこの動画の趣旨であります。でまずこの台を選んだ理由なんですけど、カメラさん、あの一番右端触れますかね、こう一個飛ばしで回数ついてるの分かりますか、これ出てる出てない出てる出てない出てる出てないみたいな、そうして考えると出てる出てない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 、まあちょっとあっちの方はちょっと分からないですけど、そういう法則に当てはめるともうこの台しかないんですね今日は。だからもう今日は大移動しないです。もうこの台を87分間粘ると、そういう感じでやっていきたいと思います。頑張ります。はい、じゃあ早速実践を開始したいと思います。でこの台なんですが、総回転数が3年125ゲームのビッグ16のレギュラー7回と、でビッグがまあ195分の1ぐらいで結構当たってますね、まあ、レギュラーがちょっと足りないって感じなんですけど、ただあの法則に習ったらもうこれで間違いないんで大丈夫です。今回新記録狙いますよ、マジで本当に。10回やな。では行きまーす。あーで開始ゲームが127ゲームからという感じです。よし、368投資が何本だ投資が300枚で、お約束のレギュラーです。どうも、またレギュラーかよ、ランプ左、もうほんといいってレギュラー、もうなんでかな、呪いこれ、花の絶対やな、
はい、レギュラーありました。ランプテントは左とで、またお決まりのレギュラーからのスタートと。マジかこれ本当。まあでも確率的にはまあ引いてもおかしくないようなところではあるんですけどね。ちょっとこれはいかんですぞ。もうそろそろはえはえ、6回転、はい、ミスちょっと動揺しております、あまりの速さに。はい、はい、レギュー、はい、はい、はい、どんどん行きましょう。まあ正直レギュラーだろうなとは思ってましたが、まあ早いんで予想しましょう。いや多分この島に関しては交互に来てると思うんですよね。あるない、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 いやでも一番左の台の方も法則ではないの方向ですけど当たってますもんね。実際問題思い込みかこれ。いやでもその横の方も別に隣の台もあるといえばある。でもっと言うとこの隣の台もレギュラー確率が300分の1上回ってるんであるんすよね全部ある。もしかしてお、来た、おお、84ゲーム。あら、これはちょっと前回と、前回っていうかこれまでとは違う波が来ている。くそが84ゲーム、悲しみのレグ。ランプ右、今んところレギュラー3回でランプが右が2回で左が1回。どっちなんやろな、偶数か。ビッグに偏りさえすれば一撃数千枚もまあ普通に見える感じなんで、まああとボーナス回数的には残り2回でまあ花の種が植えれると。なんでちょっとあと2回は絶対引きたいですね。でもう一株か、残り2回ボーナス引いて合計5回にして、来たおら、行くぜおら。知ってます、はい知ってます。53ゲームレギュラーね。まあこのハイビスカスは環境にもよるんですけど、まあ一回そのつぼみ出て咲いたら年中咲くらしいんですよ。なんで出ちゃうの宇都宮支店をね、もう全部ハイビスカスで埋め尽くしてやろうかなと。よし145レギュラー、おお、レギュラーじゃない、ピック、よーし、いいぞ。ビッグ中のスイカは1回と2回か、
もうあと20分少々か。今さら大移動などできん。後には引けぬ。よし、来た、決まった。今の見ました、今のポイントって。181ゲーム知ってた。レギュラー、レギュラーボーナス。レギュラー終わりまして、ランプは左と。おっしゃ、回していきましょう。こっから波。いやでも今回あんまりハマってないですね。今の181が来た。アザス、これもらったろ、ビッグだろ。3レギュラー。はい、3ゲームで引いたレギュラー終わりまして、ランプは左と。ただ合算的にはいいですね、良好ですね、広末ですね、良好ですね。ああそうだ、さっき言いかけてました、最大のハマりが、今回の実戦の最大のハマりが181かな、2回前の。なんでこれはボーナス合算結構100分の1切ってますね、現時点では。自分が打った分ではもういいぞ、もうこのまま突っ走っていいぞ。よし、99、100ギリギリ。よし、スペシャルテンパイオンでビッグ。よし、これで勝つ。はい、ビッグ終了です。スイカは1回と。47ゲーム、レギュラーいい、もうレギュラーでもいい、レギュラーでも何でもいい。これでまあよく言えば、まあこのパネルがフラッシュしたりするともうアザスみたいな感じやな。どうでしょうか、からのホッパーエラーと。よーし、あと5分ぐらいですか、頑張っていきましょう。うわ、リーチめきちゃったこれ。相当いい波。あれ違うか、子役か。じゃあ行きますよ、新年明けて2回目の光度。よし、よし、ビーク4ゲーム、ビッグ。よーし、ビッグ終了。おっしゃ、20ゲーム、10回目。いやー、いいよ、ビッグしかも。あ、よし、新記録、これおそらく新記録達成、10回。よし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 。スイカは1回ですね。
かなり波いいっすよ今日。よし、これで終わりか。はい、では時間の9時34分ですね。ちょうど実戦時間87分終了したんで、実戦を終了したいと思います。詳しい、まあ、実戦結果は後ほど。ありがとうございます。はい、実践終了です。お疲れ様でした。さあ、動画をご覧の方はお分かりになる通りすごかったですね。早速詳細なデータを発表していきたいと思います。まず、総回転数が901ゲームで、ビッグ4のレギュラー7で、投資300枚の回収1225枚でプラス925枚の解消となりました。ありがとうございます。いやー、前回の8枚からこの伸び具合すごいですよね。で、まあ、注目すべき点で言いますと、やっぱり、まあ、ビッグ中のスイカも良好でしたし、あとランプですね、レギュラーの、まあ、左4回の右3で結構、まあ、均一的な光り方だったので、まあ、あわよくば一番上だったのかなと。で、まあ、一番やっぱり今日特筆すべき点はボーナス回数ですね。で、自分が打った901ゲームで、でボーナス回数11回なんで、その合算が 81.9 分の1で引いてるとボーナスは驚愕の引きを発揮しました。ありがとうございます。本当なので、合計が11回なんで、花の苗をまあ2つちょっとまた植えようかなと、育てようかなと。なんでまたハイビスカスが増えるような形になってホッとしております。で、まあ、今回、まあ、2月の6日ですかね、2月の6日にリニューアルオープンして、で、まあ、新店長がまあ就任したということもあって、結構パチンココーナーもそういうところも結構盛り上がってたんで、今後もやっぱりそういう形で、まあ、ちょっと違ったグランドセピア小賀店を、まあ、堪能できるんじゃないかなと、そう思っております。で、今日、まあ、法則通り、まあ、冒頭にも言いましたけど、あれ、まあ、たまたまちょっと、まあ、出てる出てないみたいな候補であるんじゃないかって言って、まあ、今後もそういったちょっと法則があるかもしれないので、まあ、自分のちょっと収録があった時にはぜひそういった面も注目していただいて、まあ、立ち回ってみてはいかがかなと、そう思っております。はい、では楽園天国第6回目ですかね、これで終了したと思います。ご視聴ありがとうございました。プリンスでした。ありがとうございます。